ウィルコ・ジョンソン、ウィルコ・ジョンソン、ウィルコ・ジョンソン、1947年7月12日帯は、イングランドのギタリスト、ソングライター、ボーカリスト、ドクター・フィール・グッドのオリジナルメンバーとして活動後、ウィルコ・ジョンソンバンドを結成し活動、エセックス州、キャンベイ・アイランド出身。ガス工事業者の父と、元看護婦の母親の典型的な労働者階級の、 家庭に三人兄弟の長男として生まれた。幼年期少年期は、両親、特に父親から受ける愛情が少なく、あまり幸福なものではなかったらしい。学生時代には、ローマーズ及びフラーポッドというバンドを結成し、地元の市民ホールや労働者向けのパブなどで演奏していたが、成績優秀であった。彼は、入学する大学で、英文学を学ぶためにキャンベイを後にし、 しばらくギターから遠ざかる。在学中、1968年に、ティーンウェイジャー時代からのガールフレンドであった、アイリーン・ナイトと結婚、二人の息子を設けている。大学卒業後、ヒッピーとしてインドとネパールを放浪する。インドから帰国した後、地元の高校で母国語教師をしていたが、新たなバンドを組むためにギタリストを探していたり、 ブリローと、幼ぞめのジョンビースパークスに誘われ、教師を務めながら彼らのバンドに参加する、後にロックバンドに在籍している教師は教育上、好ましくないということで教師をクビになってしまった。かくして、ドクターフィールグッドが誕生した。スやで卑猥かつクレイジーな彼らのステージパフォーマンスは、パンクロック前夜の若者を魅了し、ダウンバイザジェティ、不正療法、 の2作を発表後、3作目にあたる、殺人病棟は、A アルバムチャートで、ナンバーワンを獲得する大成功を収めたが、すでにバンド内には、不協和音が流れていた。バンドのソングライターであり、アルコール類を全く口にしなかった、ウィルコは、ツアー中もホテルの部屋で一人新曲を書かねばならない、プレッシャーに苦しむ一方、他のメンバー3人は、大酒のみであり、 ウィルコの隣の部屋で大騒ぎをするなど、三対一の構図が出来上がりつつあった。ことの真偽は後に譲るが、結果的には四作目の、スニーキンサスピション、完成と同時にウィルコが脱退する形となり、第一期のドクターフィールグッドは終わりを告げる。ドクターフィールグッドを脱退した、ウィルコは、チリウィリアンドザレッド・ホットペパーズにも参加していた、ある人物を迎えて、 自分のバンドを立ち上げようとしたが、パブロック界のある人物の策略によってこのバンドは立ち消えとなってしまう。その後、バージンレコードと契約し、1979年にソリッドセンダース、ソリッドセンダース名義でアルバム、高石火、ソリッドセンダースを発表するが成功には至らず、イアン・デューリーの行為で彼のザ・ブロック・ヘッツに一時的に加入。アルバム、 ラフターに参加するが、ここでウィルコは、生涯の名優となる、天才ベーシスト、ノーマン・ワットロイに出会う。ブロックヘッズへの参加は一時的なものであったため、アルバム1枚で、ブロックヘッズを脱退した、ウィルコは、ブロックヘッズのバッキングによる、シングル、オー・ローン・サム・ミー、ソロ名義でのアルバム、アイス、オン・ザ・モーターウェイ、アイス・オン・ザ・モーターウェイ、ミニアルバム、プル・ザ・カバー。 プルザカバーを発表するが、どれも商業的成功には恵まれなかった。その後、ウィルコはルールイストのジョイントツアーを行ったり、ラッセル・ストラッターをベーシストに、ドラマーは入れ替わり立ち替わりの状態で小規模のライブハウスであるミュージックパブでのギグを中心に活動していたが、音楽業界を去ることも考えていたという。入れ替わり立ち替わりしていたドラマーが、 イタリア出身のサブコト・サルバトーレ・ラムンドに落ち着きかけていた頃、ベースのラッセル・ストラッターにエディアンド・ザ・ホット・ロッツへの参加の話が持ち上がる。誠実にウィルコに相談したラッセルに対し、ウィルコは将来性のない自分といるよりホット・ロッツに参加した方が彼のためになるだろうという言葉で彼を繰り出したという。ベーシストを失ったウィルコにはまだ数回ギグの予定が残っていた。 その残りのギグを終わらせるためには、臨時のベーシストが必要だった。そこでウィルコが電話をかけた相手が、ノーマンはトロイだった。ブロックヘッズが、活動休止状態にあったため、スタジオミュージシャンとして食い繋いでいたノーマンは二つ、返事でウルコの話に乗り、簡単なリハーサルを行った後、残り数回のギグを終わらせるためだけのつもりで1985年2月、ウィルコ、ノーマン、 サブの三人で、ロンドンのハーフムーン、パッドニーのステージ立った。あとに、日本で、毎年熱烈な歓迎を受けることになるウィルコ、ジョンソンバンドの誕生である。自分たちがやったことの記録を残しておくつもりで、ギグを簡単な機材で録音した音源は、ミニアルバム、ウォッチアウト、ウォッチアウトとして発売された。商業的な成功には至らなかったものの、各業界は、 最も危険なギタリストと絶賛し、出演以来の電話が殺到した。以来、バンドは週3から5回というハイペースでギグをこなしていくことになる。1985年秋、彼らのギグを見たスマッシュの日高正宏社長の招聘で、ウィルコは初めて日本の地を踏むことになる。以来、毎年のように来日し、会場の規模も大きくなり、ウィルコ、ノーマン、 サブの不動の三人トリオとなったウィルコ・ジョンソンバンドは、本国よりも日本での人気を誇るようになる。アルバムも、日本でのライブアルバムを含む5枚をリリースし、クラブ散った川崎でのライブを収録した VHS もリリースされた。初来日時からの相川誠との交流も続き、相川誠のソロアルバム、ロンドンセッション1、ロンドンセッション2の2枚に、全面参加、シーナ ザ・ロケッツのロックン・ベビーへのゲスト参加などを経て1999年にはジョイントツアーも行っている。しかし14年続いた不動の三人トリオは1999年5月、サブが家庭の事情でバンドを脱退せざるを得なくなったに終わりを告げる。代わってジーザスメリー・チェインやブロックヘッツの二代目ドラマーとして知られるスティーブ・モンティがドラマーの椅子に座ることになった。 サブの脱退後、一時的な精神不安定に陥っていたウィルコもモンキの参加でリスタートを切り、2000年には敬愛するミックグリーン率いるザ・パイレーツとのジョイントツアーを行い、2002年にはフジロックフェスティバルに出演、2003年にはジミシェルガンエレファントのトリーピンエレファントレコーズからニューアルバムレッドホットロッキンブルースエドホットロッキンブルーズをリリースし、 大規模な日本ツアーを行った。ズ・ミシェル・ガニ・エレファントの発言も手伝い、新たな若年層ファンも獲得しつつあったが、翌年、2004年のフジロックフェスティバル再出演も、決定した矢先に人生最大の不幸がウィルコを襲うことになった。2004年4月、恋人時代も含め40年間を共に過ごした、最愛の妻、アイリーンが、大腸がんに侵されていることを告げられる。 急遽、日帰りできない器具と、海外公演をすべてキャンセルし、ウィルコはアイリーンに付き添ったが、アイリーンは、告知からわずか4ヶ月後の8月4日の早朝、ソールズベリーのホスピスで静かに息を引き取った。アイリーンの救世後、わずか3ヶ月でウィルコは、本国イギリスでの巡業に復帰し、2005年には、ザ・ハムスターズ、ジョン・オトウェイ、とともに、ザ・マット、ザ・バット、 アンドザ・レンジャラスという大規模なジョイントツアーを行い、ツアーの DVD も発表しているが、長期にわたって、アイリーンの死を克服できずにいた。2013年1月10日、南青山レッドシューズで人よ限りのセッション、ウィルコ・ジョンソン東京セッション2013を開催。ベンジャミン・テホバル、シーナザ・ロケッツ、奈良・俊博、市川・ジェイムス・ヨージが参加。16日には、 京都タクタクでライブを開催した。その数日後、末期の水臓癌を患っていることが、マネージャーによって公表される。本人の意向で、延命治療は行わず、残された数ヶ月の人生を意義ある活動に専念していくと、報じられた。その後、予定通りライブを決行して、区切りをつけ、リタイアとしたが、またステージに立ちたい。 体が許してくれる限り自分のやるべきことをやりたいという欲求が湧き上がってきたとして、同年8月にイギリスの4つのフェスティバルに出演することを発表する。同年10月、余命わずかと思われるが、ザフーのロジャー・ダルトリーとのレコーディングで最後の時を過ごすことを決意。2014年3月、上記の病状にもかかわらずロジャー・ダルトリーと制作したアルバム、 ゴーイングバックホームが滞りなく発表される。さらに、来日し、東京、大阪、名古屋、京都にてライブを行う。同年4月30日、オフィシャルサイト上に予定していたすべての業務をキャンセルせざる得なくなった。水臓癌について、さらなる助言を求めた結果、医療処置を受けることになった。このため、しばらくの間活動を休止する。医者は、 この手術によってウィルコの予後は良くなるだろうとの望みを抱えている。といった声明が出され、5月2日にはこの手術で水臓の腫瘍を取り除くことに成功したと報告された。6月1日、自身の Facebook にて無事に退院したことを報告。9月、日本に旅行に訪れ、仕事に復帰する意欲があることを報告。ラジオでジョニー・キッド,ドザ・パイレーツのアイル・ネバー。 ゲットオーバー U を耳にしたのをきっかけに、ギタリストのミックグリーンに傾倒する。ピックを使わず、シャープなカッティングで、リズムギターとリードギターを同時に弾き出す。独特の奏法は、ミックのそれを継承している。ピックを使わなかった理由については、左利きである。彼はピックをうまく扱えず、素手で弾くようになったとのこと。2007年に、 イギリスの音楽雑誌、モジョが編集した、オールタイム、ベストブルースギタリストトップ10で、第8位に選ばれている。英国のミュージシャンには、オーナリスクななり、彼の影響を受けていたり、彼を崇拝するミュージシャンが多数存在する。ドクターフィールグッド時代から現在まで、ブラックボディのフェンダーテレキャスターのピックガードを、自分自身で、サンバーストという赤色に塗り替えたものを愛用している。 1990年代から日本製のものを愛用しており、2008年8月、現在の時点では、日本の石橋楽器がウィルコ・ジョンソンモデルとして製作した、62トルコリラ -70 をベースにピックガードを1プライの赤に変更た、モデル、石橋楽器担当ジャパンを使用している。その後、赤いピックガードのストラトキャスターを経て、現在は、 フエンダー USA 製のウィルコ・ジョンソンモデルのテレキャスターを使用している。ギターとアンプをつなぐコードに伸び縮みするカールコードを使用し、引っ張ったり引き戻されたりするようにステージを前後に移動しながら、英語圏ではクラフアークムーブメントと表現されカクカクと機械仕掛けのように動くアクションで、観客に言おうとも言える眼光を向ける様は、鎖につながれた狂人が暴れているようなイメージを彷彿させる。 また、ハイライトの一つであるアクションは、ギターをマシンガンのように構え、客席に向かって乱射するように素手でかき鳴らした後、開脚ジャンプを繰り返すなど狂気とも思わせるパフォーマンスを展開する。このパフォーマンスから、日本ではマシンガンギターと表現されることが多い。ステージでは、狂人、危険人物などと評され、近寄れば噛みつかれるようなイメージを与える、ウィルコだが、 一旦ステージを降りると、物静かで読書好きのインテリである。その知識は学位を持つ、英文学と英語学にとどまらず、新約聖書、旧約聖書の隅々から、ウィルコは無神論者であるウィリアム・シェイクスピア作品の暗唱、最も古い古典英語、ラテン語、政治、各国の文化、仏教、ヒンドゥー教、と埋挙に、糸まがない。 また、ファンに対しては常に礼儀正しく親切に接し、ボブ・ディランを崇拝する。彼は、もし自分が、ボブ・ディランに会えたら、それは、人生でも大切な思い出になる。自分をディランに例えるのは恐れ多いが、ファンにとっては自分に会ったことが、人生の良い思い出になるようにしたい。と、常に、ファンとしての視点を持っている。一方ではアーティストにありがちな激しい気象を表す、こともあり、 業界紙で変人扱いされることもあるが、本人によればジャーナリストは、狂人のようなパフォーマンスから、そういうイルコジョンソン像を期待しているので期待に、応えているだけ、とのことである。また、大の新日課でもあり、プライベートも含む来日は15回を数え、相川誠や、シーナザ・ロケッツとの深い交流でも知られているほか、浅井健一やズ・ミシェルがアンエレファント、 ルースターズをはじめ数多くのミュージシャンと交流があり、彼らもウィルコの影響を受けている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。